よう、久しぶりだな。こんなところで会うなんて、誰かの差し金か？って、冗談だよ、冗談。ところで調子はどうだ？指名手配犯に心配されたくないか。警察や人目を避けながらイーターの調査をしてたんだけどよ。ま、泣き言は後だ。イーターに追われてここに逃げ込んだ連中がいる。俺といると指名手配犯の仲間だと思われちまうぜ。って言いてえとこだけど、オタクが素直に聞くわけはねえよな。似てるぜ。おいつ、オタクが来てくれたのは心強い。久しぶりに共同戦線と行くか。するぜ。間に合わなかったってのくそ。俺にもっと力があれば。ち、厄介だな。
案外大したことなかったな。なあ、オタクはどう思う？こいつらに意志ってもんはねえのかな。バカみてえにただひたすら食いてえだけなのか。こいつらの目的は一体何なんだ？それは私がお答えしましょう。スエド、てめえふざけんなよ。いつも都合よく現れやがって。この山上を高みの見物か。観察と分析こそが研究者の責任。私は私の行うべきことをただ粛々と行っているだけです。新田君も興味津々のイーターの研究をね。お前、イーターの目的を知っているのか？やはり興味をお持ちですか。あなたならきっとそうだろうと思っていました。多少長くはなりますが、あなたの素直な探求心に敬意を表して、今までの研究成果を教えて差し上げましょう。ところで、アルタ君、あなたはなぜ食事をするんです？目的は何ですか？なんだよ急に。食事するのに目的も何もね。食べなきゃ死ぬだろ、生き物なんだから。その通り。食べるのは生きるためなのです。ではなぜ人は生きるのか。そんなもん死にたくねえからだろ。それは生物の本能に感情と論理の火花が乗っているだけです。生物が生きるのは死を保存するため。そのために生物は環境に適応し、その遺伝子を書き換えてきた。すなわち進化です。進化？その通り。そしてそれは人間もイーターも変わりはありません。イーターは捕食したものをデータとして分解吸収し、自由に書き換える能力を有しています。これがあなた方もご存知のバグ化と呼ばれる現象ですが、イーターの真の能力はバグ化にあらず、彼らの真の能力はそれら吸収したデータを自らの中に再構成する力を有していることなのです。対象を捕食することで自らを書き換え、新たなる生命として生まれ変わる。つまりそれは進化。イーターは捕食を繰り返しながら進化し続けているのです。イーターも進化するために食べてるっつうのか。そうです。イーターにとって生きることとは進化すること。なんとも素晴らしい能力だとは思いませんか。これぞ生命の究極の姿と言っても過言ではない。イーターにとってはあらゆる存在が進化の契機なのです。それがたとえ現実とデジタルを隔てる壁であろうとも、彼らにとっては単なる餌でしかない。人間が幾世尊を経てようやくたどり着く境地を、イーターは個々の捕食機能で瞬時に成し得てしまえるのです。進化のためにイーターに次元の壁を食わせたってのか。お前と岸辺は一体何をするつもりなんだ。確かに私は岸辺さんに協力していました。当面の目的は一致していましたからね。ですが、私と岸辺さんが目的を同じくしていたのは次元の壁の崩壊まで。あ、岸辺さんは次元の扉を開くと表現していましたが、私は壁の方がしっくりくるんですよね。意味的には扉でも同じですが。ああ、壁でも扉でもどっちでもいいっつーの。それよりあんたには別の目的があるってのか。
イーターに次元の壁を侵食させることで、我々の世界と隣接するデジタルワールドの境界は消失するんです。結果、現実世界はデジタルワールドの影響を受け、常時デジタルシフトし続けば、リアルとデジタルの完全なる融合、それが実現することで何ができると思いますか？何ができるなんてものじゃありません。現実世界を自由自在に体験することも可能です。電脳世界のプログラムを書き換えるように、自分が求める完璧なものが得られる。そいつがあんたの目的か。それってひょっとして人間そのものの進化だったりもするのか。そうですね、新たな力の獲得は進化と呼べるでしょう。新たな力の獲得？成し得たいことがあるのならば、たどり着きたい彼岸があるのならば、力あるものを喰らい自身を書き換えなさい。それは進化のためには必然の儀式なのだ。何もせずに現状を嘆くのはただの怠慢ですよ。さあ、アルタ君、君はどうします？どうしたいんです？どうなりたいんです？俺は、いや、ところでアルタ君、なんだよ、まだ何か。気をつけた方がいいですよ。うしろ。進化できないものはいずれ淘汰される。迷いは禁物です。やあやあ、新田君、戻ってこられてよかったですね。ようやく進化の岐路に立てたというのに、消えてしまっては元も子もないですからね。ご気分はいかがですか？これはこれ、なんだ、結局俺は何も変わってない。ああ、アルタ君、今君は悲しいのですね。でも、もう大丈夫です。もうすぐ悲しいことは何もなくなります。悲しみがなくなる。さあ、アルタ君、私と行きましょう。共にこの不完全な世界を新たなるステージへと押し上げるため、そうすれば君の望みも叶うはずです。心配してくれてんだろ？わかるぜ。なんたって長い付き合いだったんだからな。けど、でかい宿題が残ってたことを思い出しちまった。それを片付けるためには力が必要なんだ。さすが新田君、変化を恐れない君の崇高な精神は尊敬に値します。君こそ新たな進化を遂げる新人類にふさわしい。君が望めば力など好きなだけ得られるでしょう。それは本当に君の望むものなのか、真田新田。京子さん、どうしてここに？何ですか、あなたは。邪魔をしないでいただきたい。彼はすでに歩むべき道を決めたのですよ。
どうです、あらプログラムを書き換え、世界の法則をリアルタイムで改変することができる。まだまだ魅力ではありますが、すまない、悪いけど俺行くわ。それで後悔はし、後悔だ、もうずっとしてたんだ。やめておけ、彼の決意は固い、今は何を言っても無駄だ。君が今すべきことは何だ。全く意味がわからんが、君らしい答えではある。その答えがいかなる結末を導くか、今は深追いしても仕方がなさそうだ。一度事務所に帰るとしよう。極上のコーヒーが我々を待っている。とはいえ、悠長に味わっている時間はないだろうがね。なるほど、そんなことがあったのか。いろいろと大変だったようだな。ああ、連絡を取らなかったのは悪かった。私は私で地上に現れたロイヤルナイツの動向を探っていたんだが、しかし苦労の甲斐あって彼らのおおよその位置はつかむことができたよ。今ロイヤルナイツの反応がある箇所は4箇所、お台場、渋谷、上野、そしてエデンだ。その中で最も明確な反応を示しているのはお台場。ここにはエグザモンがいる。エグザモンはロイヤルナイツの中でも屈指の破壊力を持つ。だが今はイーターに侵食され、活動が鈍っているようだ。今は防衛隊がエグザモンを取り囲み動きを監視している。残りの3つ、渋谷の反応はマグナム、上野の反応はガンクーム、エデン内からはスレイプモンの反応を検出できた。今反応があるロイヤルナイツはこのくらいだ。さて、次にやるべきことは分かっているな。うん、我々がやるべきことはロイヤルナイツの勢力を少しでも分断すること。可能ならば仲間に引き入れ。どうしたんだ、いまいち顔に締まりがないよ。それならいいわ、ふぬけていては仕事にならないぞ。よし、出発の前にカフェインを摂取していきたまえ。私も久しぶりに腕を振るおう。久々の一杯だ。ほう、しばらく会わない間に味覚は成長したようだ。このコーヒーの味が分かるならば一人前だな。さあ仕事の時間だ。ロイヤルナイツの勢力を可能な限り我々の味方につけてこい。大丈夫かあんた、なんだこの一瞬は。口から得体の知れない液体が。やはりこのやり取りがないと始まらないな。
私たちの旅
食らえ。へい。ふん。私たちの大勝利。Thank you.